どうも天使向井です。はい、向井ワークスプレゼンツ声優さんとザイオンス、会えば会うほど親しくなるというこちらザイオンス効果を使いまして、初めと終わりの印象を聞いていこうという番組でございます。10回目でございます。この方に来ていただいております。どうぞ。長縄マリアです。よろしくお願いします。長縄さん、10回目です。早いもんですね。早いですね。よろしくお願いします。いやー、暑いですね。暑いですね。暑い。どうしてますか、向井さん。僕ですか。もうエアコン入れっぱなしになっちゃいましたね。その現場に行くその徒歩の時とかって、もうほんま修羅の顔です。いやでもなりますよね。なんかいやだからそう、すごくないですか。だから僕らはまだそういう感情とか出せるし、汗でもまあ別に普通にさささっと拭けますけど、やっぱ女性ってそのメイクもあるじゃないですか。はい、あれってどうされてるんですか。シュラの顔です。一緒なんだ。変わらず。なんか日傘とか、はい、例えばまあ衣装とかあった時に持ってくってなると、はい、暑いし、重いし。確かに。でも重いからこうふって力入れて余計汗かいてみたいな、でびっしょびしょで汗、はい、もう本当にどうしてやろうかって思います。本当に夏嫌いになりそうです。ああそうですよね、はい、いやだから僕もね、後輩にそのこの暑さっていつぶりぐらいなのなみたいに聞いた、でもないんですよね、こんな暑かったことって。ああ過去やっぱりそうなんですよ。後輩が天然で言ってんのか本当にそうなのか知らないですけど、こんな暑いことってあったんかなって。あ、なんかテレビで言ってましたけど12万年ぶりらしいですよ。12万年。すごっ。そう、本当ってなったけど、12万年前の日本ってありますか。いやいや、あるのはあるんじゃないですか、わかんないけど。そう、誰が知ってんねん12万年前の温度とは思ったけど。いや本当に。でももうほんまに早くね、これこのまま行くと、でも正直6月から暑かったでしょ。暑かったですね、はい、これ9月になって落ち着くと思います。これが8月30日ですけど。いや、ないと思います。ないですよね。10月後半ぐらいまでなんなら暑いんじゃないかってそんな気しますよね。思っちゃってますね。多分そうなんだよな。だからなんかで見ましたけど、四季が二季、はい、二季になる可能性がある。なんか秋と春が、なんか10日ぐらいしかないそうぐらいの勢いで、ね、お疲れしたっていう。はい、はい、季節変わりますよ。なんかこんな感じで、なんか涼しい日入れときます。もう大丈夫ですよね。はいぐらいのなんか感じしますよね。そう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 。さささっと帰っていってるイメージですよね。仕事して帰っていってるみたいな。これは。長縄さんは夏と冬どっちが好きですか。私も断然冬が好きです。冬、なんか夏、まあ汗かいて暑いので嫌だっていうのもあるんですけど、服的にもあんまりこうおしゃれが、はいはい、例えばグレーとかって汗染みて目立っちゃうじゃないですか。確かに確かに。とかピンクもそうですし、ブルーも、うん、結構その色がもう限られてきて、白と黒ぐらいしか、安牌で着れなくて、外せないってことですよね。で冬とかだったらコートでもおしゃれできますし、マフラーとかアイテムがいっぱい、ブーツとか着れるじゃないですか、タイツとか、でも夏ってもう T シャツ短パン以上みたいな、それ以上なんかそんな潔いなんかもうそんな感じでした、夏って。かもう肌出すかじゃないですか。あ、まあね、おしゃれって言ったら、はいはい、私は日焼けが怖い人間なので、肌絶対に出さないってなったらもう何もおしゃれがあんまり冬よりかはできない。ほんまですね、そう考えると。っていうので、なんかあんまり嫌だなって思っちゃってます。そうか、やっぱいいですよね。なんかおしゃれで季節を捉えたことが今までなくて。え、そうなんですか。ああ、確かにと思いました。え、じゃあ夏と冬で向井さんはどんな服の違いがあるんですか。いやもう本当に半袖と長袖もうそこの差しかなかった今。え、色とかも気にしたりはしないんですか。色を知らない人色いや色も気にしますけど、でもだって僕今日このこれでセットアップで着てますけど、
夏にしてはやっぱ暑いですよ。確かに長袖、はい、向井さんって MC とかやること多いじゃないですか。はい、多いです。そういう時も夏でも長袖ですか？そうですね、あの MC の時はもう、基本ジャケット長袖ですね。そっか、ジャケットって長袖しかないですか？いや、そんなことないと思うんですよ。でも、どうなんでしょうね、もうそこすら分かんない興味なさすぎて、そうですそうです。好きな色とかはあるんですか？僕好きな色はもう圧倒的黒です。あ、はい、で本当にほっとけばもう本当に皆さんが中2中3の時に、着てたファッションに形状記憶合金みたいに戻っていきます。ほっとけばほっとくほど黒で、ゴシックの英語、チャック7つ、うわ、はい、チェーンがブラブラみたいな、はい、服になると思います。じゃあチェーンとかが好きってことですか？ああいうなんかビジュアル系バンドみたいな格好が実はしたいんです。はい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 、それ一番の大発見なんですけど私いやでももう、そうだったんだ。その自分の好みと自分の体型とかも全ていろいろ把握した上でやってますけど、本間はもうなんか、なんだろう、革のマスクとか、あ、なんかあのジャラジャラついてたりするような、はい、あるじゃないですか、ここにチャックがこうついてるみたいな、はい、あの東京グールとかで出てきそうな、はい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 、あんなんとかを僕はしたい方です。みんな驚いてみんなってまああんまり言わないです。で、だから服のことなんて基本喋らないんで、うん、だからもうそこはもう似合わないし、まあ似合わないどころか、うんうん、めちゃくちゃおもろいと思いますけどでもちょっと見てみたいです。向井さんがときめいたものを全部こうアイテム着てもらって、はい、うん、って言った向井さんをちょっと見てみたいです。あ、そんな面白いかもなこいつマジかよみたいな、ここジャラジャラみたいな、ジャラジャラして、うん、ドクロドクロドクロ十字架みたいな指輪して読みてみたい。あんまり想像つかないです。そうですね、いや自分の本当に好きなものをなんか喋るのとか、いいと思ってるんだっていうのやっぱりもう恥ずかしいみたいなね。いや、めっちゃわかります。どっかありますよね、はい、私もあんまり言わない方なので。ああ、そうなんだ、はい、そうだから無難に、無難ってことはないですよ。僕本当におしゃれわからないから最近は、本当にセットアップ、うん、もうでジャケット着とけばなんかおしゃれっぽく見えるんじゃないかというか、なんか大人っぽく見えるんじゃないかで着てますし、でこの夏チャレンジしてることがあります。の、何ですか？無地の白 T です。の、え、それは何を目指して、何が良くて？無地の白 T は爽やかに見えるぞって思いましてね、はいはい、私、はい、なので、はい、僕人生で無地の白 T マジで買ってないんじゃないですか、本当に。インナーみたいな、スーツのインナーで着る時はありますけど、そういう風にこうやって1枚で着るっていうのは、うんうん、僕ほんまこの夏大冒険。いやでも夏はやっぱりその黒よりかは白の方が明るいですしっていうことですよね。さっき長野さんが言ってた色の概念っていうのは、はいはい、そういうところにあるんだ。でも僕はもうその42歳まではもうほんまもうマジで黒しかないんですよ家に、っていうのがあったんで、はい、もうここでもう白投入です。いいじゃないですか。思い切って3枚買いました。うわー、これで思い切りました。もう洗ってね、洗って毎日切って着ることができる。そうですよ、シルキーな素材です。うわ、いいですね本当もう40回って知らないこともたくさんありますから、いざやっぱ着てみると清潔感があるなとか、うんうん、あとこんなこと言うのあれですけど、何かを飛ばないようにこんなに気をつけるんだと思います。確かにラーメンとかですよね、はいはい、パスタとか、はいはい、ああいう麺類を僕ゾッとしたんですよ。もう本当に黒で汚れても別に分かんないじゃないですか、はいはい、まあまあ、いざこの白を着た時の実食でもう達人同士みたいになっちゃう
動けない。動けない。え、それはよし食べようあって気づいたってことですか、それとも飛ばしちゃってあーやっちゃったってなって気づいたんですか。いや正直白を着てる人を見た時に、はい、いつもあ危なそうだなー、危ないなと思ってたんですよ。なるほどなるほど。で実際自分の身に来て、でも基本なんかナフキンとかエプロンとかあればつけますけど、ないところが怖いですよね。怖っ。いえだからほんまもういや本土ちゃんと一緒ですよ本土ちゃんこうやってラーメン作ってますからね。そう、あの人ね、あの人ね変な食べ方する。真っ赤なラーメンなんでやっぱ飛んじゃうとね、そうそう中本食べるときねもうあの人紙エプロンってこうじゃないですか、はいはい、こう置いてここに丼置いて、はい、こう食べるからね。へえ、こうですか。いやあのあこうか。そうそうそう、こうしてこれをこういう風にしてここに丼置いてこう食べるんですよ。でもこれ熱ってなったらほんまにこれが全部ガチャンってなるじゃないですか。怖い。めちゃくちゃ怖いんですけど、でもそういう食べ方僕も1回目やっぱしましたし。でもいいですね、こうガツガツいくよりかはこうちょっとお上品になったっていうののところで、うん、でいざ食べ出したらもう全部が怖いですね。はい、うん、全部が飛び散ってしまいそうみたいな。ほんまに怖くないですか俺なんかチキン南蛮とかも怖っ。なんかチキン南蛮って思ったよりこの南蛮のタレの部分があるんですよめぐりそうだ。確かにちょっと落としたらピチッそうなるでしょみたいなね。あんなんが怖くて本当に。そっか、白の方はだから当然まあ長澤さんも今までそれをずっと気にされてきて。そうね、私はでも気にしてても絶対にやるんですよ。え、どういうこと。もう絶対に落とすんです。ああ、そうなんだ。そうなんです、はい、もう唐揚げでも、うん、唐揚げなんて飛ばないじゃないかって思うじゃないですか。思います。もう唐揚げのかけらがポロって、はい、例えば今これでも、はい、膝とかに落ちて、はい、あって気づいて唐揚げのそのポロって落ちたのを取るともう油が、あーそうか油汚れね、染みてるのを毎回やってます落とさないようにちゃんと、ま、ナプキンもしてるし、はい、こうやってちゃんと食べてるけど、うん、絶対に落とします。なんでだよそれ理由が分かんないよ私も分かんないです。こんなに気をつけてるのにね、はい、なんかゴッと落としてあーってこうあーやっちゃったなってなって、大丈夫みたいな感じで皆さん気使ってくれる、はいはい、あ、大丈夫です、いつもやるんで。いやいや、もう諦めてます。洗濯クリーニングも大変だ。いやもう家に帰って泣きそうになりながらずっとこうやってやってますね。じゃあシミ取りとかみたいなの買った方がいいですよ ね絶対に、はい、もうそれ専用の、うん、私はもうティッシュと水でね、このトン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 結構でも取れるんですよ。あ、早ければね取れるっていうから。いや本当にちょっと気をつけましょうお互い、はい、これは気をつけましょう、はい、さあということで、まあ、今回もねちょっとあの、こちらのオープニングトークで出たような部分がこのテーマとなるちょっと、はい、この後のコーナーございますので、楽しんでいただければと思います。それではどうぞよろしくお願いします。